はい、万次郎です。私のね、登山もね、だいぶ様になってきましてね、まあ、1000メートルを超えるね、山を、登れるようになりました。まあ、電車で行ける山はね、まあ、いくつもあるんですけども、名古屋からだとね、1000メートルを超える山はね、少ないんですよね。まあ、登山を低山から始めてね、一つのラインを超える値が、まあ、標高1000メートルを超えることなんですよね。岐阜県やね、長野県で森林限界を超える山はね、2000メートル級の山になるんですけども、三重県やね、滋賀県には、鈴鹿山脈系とかね、平山脈系などのように、まあ、1000メートルで森林限界を超えてね、稜線歩きが可能な山がね、いくつかあるんですよね。私が経験した電車だけで行ける、まあ、1000メートルを超える山はね、滋賀県の蓬莱山と、まあ、三重県の藤原岳ぐらいなんですよね。まあ、そして、名古屋からね、本当に気軽に行けるのが、その藤原岳なんですよね。そんなことでね、まあ、今回のテーマは電車で行ける登山ナンバーワンは藤原岳というお話をしたいと思います。藤原岳がね、電車で簡単に行けるのは訳があるんですよね。まあ、三重県のね、御在所や藤原岳っていうのはね、石灰岩の山でね、まあ、セメントの原料になる、まあ、露天掘りができることなんですよね。まあ、そのためにね、セメントを運搬するために引かれたのが三岐鉄道という、まあ、鉄道だったんですよね。まあ、藤原岳行く鉄道がね、引かれたわけですから、ね、鉄道で行ける山になったわけですよね。まあ、昭和31年12月23日にね、最終的に富田から西藤原間がね、開通しました。まあ、計画としてはね、路線を関ヶ原までね、つなげてね、まあ、東海道線に接続するつもりだったらしいですけども、まあ、計画通りにはね、運ばなかったみたいですね。私が、まあ、藤原岳にね、今年登ったのは、まあ、10月24日なんですよね。近鉄名古屋駅をね、7時31分発の近鉄名古屋線急行にね、乗ってね、7時59分に、近鉄富田駅に着きます。まあ、そこからね、8時13分発の、まあ、三岐鉄道、まあ、西藤原行きに乗り換えればね、9時7分に到着するんですよね。後で悔やんだんですけども、秋口のね、日没は早いのでね、まあ、できればね、6時31分発の8時10分到着の電車でね、まあ、行けばよかったかなと、今では思ってるんですよね。まあ、最後ね、かなり焦ってね、降りてきたね、思いがあります。まあ、9時過ぎにね、西藤原駅に着いてね、まあ、トイレを済ませて藤原岳登山口までね、6分で着いちゃうんですよね。すぐそこなんですよね。登山届を書いてね、登山開始は9時36分でした。まあ、登山をするにはね、ちょっと遅い時間なんですよね。登山口にはね、立派な休憩所やね、駐車場がありね、まあ、設備が充実してるんですよね。まあ、その日はね、ほとんどね、まあ、登山客は私以外、一組か二組ぐらいしかいなかったんですけども、まあ、後でね、頂上の方では何人かね、見かけましたので、その後にまた登ってきた方もおられたんですよね。山麓からね、藤原岳を望むとね、まあ、石灰岩のね、露天掘りの現場がはっきり伺えるんですよね。まあ、こんな風にしてね、セメントを取っているんですよね。登山口はね、神武神社の鳥居から入り、本殿脇を登っていくところから始まります。石灰岩の山にしてはね、登山道が岩でゴツゴツというわけではなくね、登りやすいです。登山口はね、コロンビアのローカットセイバー5をね、使いましたけども、今回はね、足が痛くなることはありませんでした。
1号目の看板はね、あったのかなかったのかよくわかんないんですけども、まあ、とにかく2号目、3号目とね、登り出して、まあ、9号目を越えた、まあ、藤原山荘まではね、全部登りなんですよね。まあ、つまりこの山はね、登りがいのある山なんですよ。登りはね、大街道道という名のね、山道で、尾根コースなんですよね。計画では帰りをね、西方寺道というね、沢沿いの道を降りる予定でした。まあ、とにかく登りが続いてね、5合目をクリアすることに気持ちをね、集中するんですよね。8合目まで来るとね、看板が出てきてね、西方寺道との合流点が出てきます。まあ、先に進むとね、展望は開けて下界が望めるようになりました。本当に綺麗なね、風景がそこにあるんですよね。そしてやっと9合目ね、もう少しで藤原山荘到着です。藤原山荘が見えてきて、まあ、なんと3時間かかって到着なんですよね。まあ、その時点でね、12時を過ぎていたので、山荘の前のね、テーブルでね、昼食を取りました。藤原岳山頂は山荘を右側に降りていきね、展望の丘に登る感じなんですよね。山頂付近はね、低木しかない、まあ、森林限界を超えている風景がね、広がっているんですよね。なんとも、気持ちのいい風景なんですよね。まあ、山頂はね、ゴツゴツした岩の中に看板が、立っていました。まあ、眺望はね、360度パノラマなんですよね。まあ、その写真をね、しばらくお見せします。山頂付近の様子はね、やはり石灰岩のね、カルスト台地風ですよね。まあ、急いでね、藤原山荘まで戻ってきた時には、2時を回っていました。山荘の脇からね、今度は天狗岩に回ります。天狗岩はね、藤原岳の最高点なんですよね。天狗岩もね、まあ、ゴツゴツした岩のね、中に看板が立っていましたけどね。こちらもね、本当に風景はね、素晴らしいところですね。なんとかね、天狗岩を回って、3時前にね、下山を開始しました。最初の計画ではね、西方寺道を通って、西方寺を、まあ、見ていく予定でしたけども、西方寺に着く頃にはね、まあ、かなり暗くなっているだろうしね、沢沿いの道はね、暗くなるのも早いですからね、まあ、登ってきた大街道道をね、戻ることにしました。そしてなんとかね、明るいうちに登山口まで戻ることができました。もう1時間ぐらいね、早く登山開始できていればね、計画通りのコース取りをできたと思います。まあ、ということでね、無事また黄色い電車で、ね、帰ってきました。リアマップの実行データはまあこんな感じなんですよね。まあ、距離はね、11.2キロ、まあ、標高差はね、上りが1177メートル、下りが1178メートル、まあ、往復コースですからね、まあ、同じというのが本来ですよね。タイムは7時間14分とね、ヤママップではまあ標準なんですけども、ちょっと遅い感じですよね。下のグラフを見ていただいても分かるようにね、上り一辺倒ね、頂上付近は結構平らな感じなんですよね。西藤原駅に帰り着いた時にはね、4時28分でね、まあギリギリの感じでしたよね。まあしかしね、なんといってもね、気軽に行ける山ですから、天気の良い日を選んで登れる貴重な1000メートル級なんですよね。朝8時ぐらいから登ればね、登山初心者でもまあ十分楽しめる山かなと、そう思います。まあ、次回はもう一つの、鈴鹿セブンマウンテン人気の御在所岳のお話をしたいと思います。はい、まあ今日はね、こんなところで終わります。
動画が良かったと思われる方はグッドマークをね、そして登録の方よろしくお願いします。万次郎でした。